週刊高速道路5号線はアメリカ合衆国の西海岸沿いを縦断する週刊高速道路である。週刊道5号線とも呼ばれる。南端はカリフォルニア州サンディエゴから数マイル南にあるメキシコとの国境であり、北端はワシントン州ブレイン付近にあるカナダとの国境である。またカリフォルニア州サンディエゴ、ロサンゼルス、サクラメントやオレゴン州友人、 セーラム、ポートランド、ワシントン州オリンピア、タコマ、シアトルなどのアメリカ合衆国西海岸にある主な大都市圏を経由している。ただし、サンフランシスコは経由していない。サンフランシスコは、週間高速道路5号線から西へおよそ80マイル離れた場所に位置している。サンフランシスコへは、サクラメントから、 週間高速道路80号線を利用することで行くことができる。週間高速道路5号線は15号線、10号線、8号線、及び国道101号線とともにロサンゼルスやサンディエゴの大都市圏と他の地域とを結ぶ主要道路として機能している。奇数の路線番号を持つアメリカが衆国の週間高速道路は原則として南北方向に走っており、 特に5の倍数の路線番号はアメリカ合衆国の端から端を結ぶ週間高速道路に対して付与されている。カリフォルニア州ロサンゼルスから同州山石泥までの区間は1960年代後半まで国道101号線との重複区間であった。またカリフォルニア州レベックから同州レッドブラフまでの区間もほとんどが 旧国道99号再線との重複区間である。週刊高速道路5号線から西側に分岐し、サンフランシスコ湾岸地域へ至る道路は、かつて週刊高速道路5号再線として指定されていたが、現在では、週刊高速道路505号カリフォルニア線及び、週刊高速道路580号カリフォルニア線として指定されている。 現在の週刊高速道路5号線の区間は、週刊高速道路5号等線として指定されていた。週刊高速道路5号線と、週刊高速道路90号線が交差するジャンクション。ありがとうございます。